は岐阜県カニ市下江戸にあるショッピングセンターである。1997年4月21日オープン。2017年にリフレッシュをオープンしている。店舗面積26,487平方メートルと地域最大級のショッピングセンターで、敷地内にはカニカルチャーセンターも併設されており、立体駐車場等も完備されている。しかし、建物には ハートビル法は適用されていない。3階建てで屋上駐車場完備。屋内は北寄りが駐車スペースで南寄りが店舗スペースになっている。その他のテナントは専門店一覧を参照。3階フードコート内にマクドナルド、アイスクリーム店があり、サイゼリアや若社地位へも入店していた時期があったが、すべて閉店した。また、最近では、 テナントの入れ替わりが多くなっている。1階の中央に大きな休憩所があり、そこには大噴水とテレビが設置されているが、大噴水は2016年頃に撤去された。テレビはケーブルテレビガニの放送を放映しているため、複数のチャンネルを楽しむことができる。2階にオルゴール広場がある。ここで祭事を行うこともある。 毎年夏になると2階ファナー前で3階水木楽園が設置される。駐車場は吉津屋の建物の2.3階と屋上1階の店舗周辺区域が吉津屋の駐車場となっている。道路を挟んで西側に立体駐車場があり、店舗とデッキでつながっている。店舗南側の駐車場は洪水調整地を兼ねており、水没する場合がある。ありがとうございます。